私は縁妃リーウェコーの法律家の頂点に立つものだ。商事紛争、民事調停、刑事手続きとあらゆる分野に精通している。私が担当すれば解決できない案件などないぞ。私の連絡先はどこに書こうか。紙切れではすぐになくしてしまいそうだし、手に書けば消えてしまうかもしれない。お前の隣にいるちびっこの服がちょうど良さそうだ。法は制約であり道具でもある。しっかりと頭に入れておけ。もし忘れたらもう一回教えてやらなくもない。法と人の情は時に衝突し時に通じ合う。それぞれの利害を天秤にかけるのは実に難しいことだ。こういった事例もあるのか。核も世は広大で記事にあふれるかな。また雨か。元王帝君様、どうかご慈悲を。壁一面の宝典がしけってしまう。はあ、なんて最悪な天気なんだ。冷えるな。天気のいいうちに条文でも暗記する。リーウェ商店第27章第6章第1項は何だったか。この私が忘れるなんて。いかん、しっかりしないと。朝は債務に関する案件で外へ行き、それから午前中のうちに先週相談しに来た顧客へ返事をして、さて勤務開始だ。少し眠いな。よし、討論でもして目を覚まそう。議題は北国銀行の開設によってリーウェ経済への影響は利と害どちらが大きいか。これにしよう。どちらの立場で論ずるかはお前が選ぶといい。与一？家で書類の整理をしようと考えていたが、お前がそんなに行きたいのなら付き合ってやらなくもない。そうだ、お前に一ついいこと教えよう。一部の店の商品は鮮度が落ちると売れなくなるものがある。鮮度が落ちることで損失を被るようなお店は夜になると割引が効くようになるんだ。値段交渉は私に任せてくれ。お釣りは私の報酬ってことでどうだろう。なかなか眠れない。なら、リーウェの法律がどのように変遷してきたか、その歴史をお前に聞かせてやろう。私の友人でこれに20分以上耐えられた者はいな。もっと早く眠りたい。ならば、法典の暗唱がいい。明日になったら何条まで聞いたか教えてもらうからね。じゃあ、始めるぞ。私が書類を読んでいる時の威圧感がすごい。ほう。お前の目にはそのように映っているのか。それはあくまで仕事状態の私だ。私には二つの状態がある。一つが通常時、もう一つが仕事時だ。これをカチッと切り替えることで仕事の効率が段違いに上がる。お前にはこういうのないのか。私は民事訴訟が一番苦手なんだ。離婚だの親権だの、この類の訴訟は理性や論理では解決しづらい。当事者にはなるべく根気強く接しているが、話の通じない者もいる。自分のことを万事精通と称してはいるが、私に万事を解決できるほどの力があるのなら、やはり皆には仲良く暮らしてもらいたい。そしてこういった案件が減ってほしいと思うよ。私はお前の顧問に？いいぞ。法律の解説は1条ごとに6000モラ。法律に関する意見を聞きたい場合は2時間につき18万モラ。商事案件は1案件につき最低71万モラからだ。詳しい見積もりと部合は状況による。どうだ、なかなかお得だろう。お前のように世界を旅する者は面倒ごとによく巻き込まれるだろう。それを回避する最善の策が法を知る者を同行させることだ。この縁妃
精通しているのはリーユへの法律だけではないぞ。いや、確かにフォンテーヌの方はなかなかに難解だが、この明晰な頭脳をもってすれば熟知することもたやすいこと。とにかく、とにかくだ。私が頼りになるのは絶対に間違いないからな。神の目は強い願望により生まれる。理想を抱く私がこれを持っているのも当然のこと。なぜなら私は皆が従順に法律を遵守してほしいと強く願っているからな。もし傍若無人に好き勝手する奴がいたら、ふふん、法の裁きを受けさせてやろう。この竿ばかりはお父様がくれた宝物で、万物の価値を測ることができるものだ。普段はモラを分銅代わりにしているけど、これはそのものの最初の価値しか測れない。例えば千年前、リーユへの至るところにルリユリは咲いていた。そのため決して珍しい花ではなかった。その後ルリユリの数が減少していき、それにつれて値段も上がっていった。だがこの竿ばかりが示す価値は変わらず安いまま。つまるところこの竿ばかりは多くの場合において役に立たない。何？測りたいものがあるのか？ああ、確かにそこのちびっこを測ってみるのは面白そうだ。私が編み出した技炎食いの刑は、古書理由へ回転律令集に記されている岩食いの刑をもとにしている。岩王帝君は契約の神、契約は約束とも言える。これが何を意味するかわかるか？リーユエは古来より契約を重んじる城だったってことだよ。リーユエ風物詩の中にとある彗星の馬鼻について書いてある。一人敵家州の騎士に座り、色は霞のようで薬用になると。それを細かく砕いて炭へ入れることで、その炭は水に強くなるそうだ。だが残念なことに、敵家臭に何百回と足を運び、紫のバビをその都度積んではいるが、書物に書かれたバビは未だ見つけたことがない。あの薬取りの娘、自分にある掟を定めていると聞いた。か弱く見えるが、己を律するあの者は大事をなす器の持ち主だろう。ああ、後世恐るべし。あの者に対しては私も感服せざるを得ないな。カーン先輩は心の優しいお方だ。だが多忙で昼寝以外の時間は全て書類の処理に奪われている。私も仕事はするが楽しくやれている。私の選んだ仕事は先輩よりもずっと楽なものなのだろう。飛雲紹介は私の得意先だ。あの家の者は皆極めて慎重にことを進める。私に相談事があるときはいつも当主様自ら話し合いに参加するからな。ああ、そういえば前回たまたまご子息の行く秋にも会ったよ。若いのに私の考えについてこれた上、なかなかに弁も立つ。大したものだ。王城堂の同主か？ああ、相当の変わり者で、葬儀屋の悪い癖が身に染みついてしまっていると、周りの者は言っているな。だが、それは間違っている。王城堂は実に真っ当ななりわいであり、商売としても正しく成り立っている。仕事は仕事だ。上も下もなく、吉凶で判別できるものではない。ただ、あの同主様だが、あまり私のところには来ないんだよな。勝利先生は博識な方だよ。歩く図書館と言っても過言ではない。私は一目であの方がただ者じゃないと見抜いた。あの類の人間は面倒事を恐れることなく、何があっても私の助けを借りることはない。つまり彼は決して私の顧客にはなり得ないってことだ。けどなぜか彼には妙な感覚を覚える。どこか懐かしい気がするんだ。ただそれをお父様に聞いても
口ごもりごまかされる始末。ふーん、おかしい。お父様絶対に何かを隠している。でも問題ない、この謎は自分で突き止めてみせるから。お前も天辰の行幸殿を知っているの？彼女は法律を管理し、法典に記された内容を改定するものだ。毎回尋常じゃない量の内容を修正している。この前なんか法典に3つも新しい法令を追加した上に121条の注釈も修正した。それに典型的な判例もいくつか追加していたな。まったく、それらを暗記する身にもなってほしい。でも彼女は所詮商業界隈の出身、法律にこと関しては私が負けるわけがない。待ってろ、これを全部暗記したら今まで以上に仕事に励んでやるから。幽変は法律が関わるような分野に首を突っ込んでこなくて助かる。国政殿の手腕であれば下手すると私の仕事を奪われかねない。いや、そうとも限らないか。何せ国政殿の歯に衣着せぬ物言いは人の恨みを買いやすい。ならば私が助手となり補佐を。ああ、また、なぜ私が助手になろうとしている？何か困るようなことがあったら彼女から私に相談しに来ればいいだけだったな。昔エウルアに救われたことがあるんだ。それ以来手紙でやり取りをしている。彼女は騎士団の条文を熟知しているのだが、決してそれにとらわれない。むしろそれを逆手にとって様々な問題を解決しているんだ。私に通ずるところがあるからか、彼女とは気の許せる仲になったよ。だがあの気さくさは私には真似できない。何せ私たちの職務は全く異なるものだからな。お客様、どうぞ。はい、私の名刺だ。今日は外に出るのが難しいんで、もし相手がいるような案件なら当事者を連れてきてもらえるだろうか。 あと相談料の目安も出そう。少し待ってて。くえ、ただ話がしたいだけ？それなら、うん、無料でいい。仲良しでもない法律家のところに来てお話がしたいだなんて、お前は変わり者だな。頭の上にあるカズノ？ああ、私のお父様は仙人なんだ。だから私にも半分仙人の血が流れていてな。とは言うものの、私はリーユエが国として安定した後の生まれだ。だから帝君とは契約を結んでいない。当然仙人としての責務は果たさなくてもいいし、好きな暮らしができる。この生活には結構満足しているんだ。一生を縛られるような厳しい契約はお父様としか結んでいない。と言ってもお前は楽しく生きるんだみたいな内容の契約なんだがな。うちのお父様はそういう人なんだ。でも私はお父様のそんなところが誇らしい。もしあの時、いくら新さんを舐めようとも出世するんだとかいう契約を結ばれそうになっていたら、私は逃げ出していただろうな。たまに私の担当する生死紛争が丸く収まらないことがある。そうなると相手側は膨大な賠償金を支払うことになるか、またはそれ以上の代価を支払う。けどこれは契約を破った者が受けるべき当然の報いなんだ。私のことを恐ろしい人物だと流布する輩や私を煙たがる者もいるが、こういった者たちに弁明するつもりは毛頭ない。ただそれでも私はリーユエ港に住む人々のために働いていることだけは分かってほしい。なぜならいさかいとは契約破棄から始まるものであり、それを破る者にはそれ相応の罰を科して二度と同業を踏みにじることがないようにしなくてはならないからだ。皆に契約の重要性を教えるのも私の仕事の一環だと考えている。私は悠々自適に過ごせてる、そう思うんだ。ほら、事業は軌道に乗ってるし、衣食も自由。どこに行こうと咎める人はいないし、
弁論も得意。それに楽しい生き方っていうのは法律で定まっていないものだろう。個人的には面白い人や面白い出来事に遭遇できて、次に進む道が分かれていたらそれで十分楽しい。だからお前は私にとって楽しみを生み出す源だ。ああ、でもどんな生活を過ごすにせよ、法は遵守すべきものであることを忘れてはいけない。法をないがしろにしたとき、この世界はすぐにでも崩壊してしまうからな。私の趣味は読書と鑑定だ。読書は知識量を増やし、鑑定は見る目を鍛える。だからどんな書物だろうと読み漁り、価値に関わらず鑑定をする。信じないなら何でもいいから物を持ってきてみるといい。市場に流通しているものならばほぼ正確に鑑定できる。よし、ではこの石を見てみるか。間違いない。これは600モラだ。脇町の友人によく釣りに誘われるんだが、切磋琢磨という割には皆その手腕を見せつけたい気持ちが見え見えでね。そういった人たちに勝つ方法は100通り以上あるんだが、いつも仕事で世話になっているから任すのも忍びなくて、だからいつも演技をするんだ。それでわざと負けてやってるってわけ。ん？なんだその目は。まさか私の話を疑っているのか。おお、その手の話題を振られたら好物を紹介せざるを得ないな。豆腐だ、豆腐。こればかりは絶対に外せない。あっさりとした味わいと柔らかい食感を楽しめる。さらに栄養も豊富なんだ。どのような汁物にも合う。そして重要なのが、一年を通していつでも食べられる点だ。最高になれずとも完璧を求める。豆腐料理こそまさに私の欲する味だよ。冷たい料理はあんまり食べないな。昔夜遅く家に帰ると、いつもお父様が明かりをつけたまま待っていてくれた。私が帰ってきたことに気づくと、お腹は空いてないかと聞き、料理は熱々の方がいいとよく言ってくれたのを覚えている。お誕生日おめでとう。これをやろう。各国の法律についてまとめた資料だ。お前はこれからいろいろなところを旅するつもりなんだろう。事前に他国の法律を知っておけば何かと助けになるはずだ。ああ、いや、だからといってそうすぐに覚える必要はないぞ。そんなことしたら私がお前の役に立てなくなるではないか。宗公を期せず条項にのっとらず、この言葉は私が片時も忘れてはならぬ教えだ。守るべし律に従ってこそ全てを紐解く法を得られる。法律を学ぶのは論理的に話を進めるためであり、武芸を学ぶのは論理の通じないものを相手にするためだ。いや、私のこれは武芸と言えるのだろうか。今の私なら文武両道と言えるだろう。全てはお前が一緒にいてくれたおかげだ。報酬は今日一日私がお前の専属顧問になるっていうのはどうだ。なかなかの名案だろう。おい、私と価格交渉するな。